こんにちは、下左衛門です。今回はポカリスウェットアイススラーについて語ってみたいと思います。 はい、このポカジスエットアイススラリーなんですが、職場の熱中症対策で配布されまして、えー、この1週間のところですね、何度か、えー、使わせてもらったんですが、この職場の方もですね、別に職場で買ったわけじゃなくって、メーカーの大塚製薬さんなのか、卸のところなのかわかんないんですけど、えー、そこから提供されたものらしいんで、間接的ではあるにせいもです、ね、あの、まあ、メーカーからか、まあ、卸からなかなか。 わかんないんですけど、えー、まあ、提供されているような形なんで、プロモーションを含んだ動画とさせていただいております。こちらの方100グラムでですね、えー、こちら100グラムの量,量になるんですが、某、えー、コンビニではですね、参考価格として書いてあるんですけど、180円で提供されておりました。はい。で、アイススラリーとは何かってことなんですけど、まあ、わかりやすく一言で言ってしまえば飲める氷。 で以下の説明文は、ですねあの、大塚製薬さんのホームページからのそのままの流用を書いてあるんですけど固体粒子が液体に分散した流動体の状態で体内に浸透しやすいため、通常の氷に比べ、冷却効果が高いといわれている、氷を細かく砕いて流動性を持たせたもの、スムー,スムージーやフローズンドリンクとは異なるという形で、分かりにくい文章ですが。まあ え飲める氷、ドロドロになってる氷だもんですから、まあ、飲んだ時にきに、えー、吸収しやすくて体がよく冷えるよっていう、まあ、意味だと思ってくれればいいんじゃないかなと思います。 はい、次の文章も大塚製薬さんのホームページからの流用になりますが、新たな熱中症対策としてのプレクーリング、プレクーリングとはあらかじめ体を冷やしておくこと、暑熱環境下での運動や作業の前に体を冷却しておくプレクーリングが熱中症対策の一つとして推奨されておりますという形でですね、これこそがポカリスウェットアイススラリーのですね、商品の売りであり、存在意義でありですね、こういった考え方を、まあ、 定着させたいと、そしてこの商品使ってもらいたいというのがです、ね、大塚製薬さんの狙いであるんじゃないかなと思います。暑熱環境下、暑い中でも作業しなければならない工事の作業員ですとか、あと配達業者ですね、また暑い中でも運動したいサイクリストや、あとマラソンランナーの方に、ですねこっちらのポカリスットアイススラリーを使ったあとは熱中症対策としてのプレクーリングをですね、 行ってもらうことで、まあ、じわ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 世間一般に浸透させていって、まあ、このプレクーリングとポカリスエットアイススラリーを酷暑、まあのですね暑い日本の夏の定番商品として、えーえー、認知してもらうことが大塚製薬のですね大塚製薬さんの <laughs> まあ思惑なんじゃないかなと思いますだからこちらの商品のですね提供が職場の方にあったのではないかなとちょっと勘ぐってしまっているところでもあります はい、飲んでみたかなそうなんですが、ま、まずですね、飲むときは一気にですね、100g なんで飲んじゃってください。結構ですね、味に部分部部分でばらつきが出てしまってるような感じなもんですから、一気に飲めば、凍った飲める氷のポカリスエットかなっていう味なんですけど、ケチクさくでね、チビ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 飲んでるとですね、部分部分で味が違ってしまっていてですね、自分ちょっとそんな形で飲んじゃい、最初に飲んじゃったもんですから、えー チビ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 飲んでるって、部分部分でなんかちょっと苦味のある蛍光補正液みたいな味だなと思ったりですね、部分によっては濃縮されていてなんか濃いような味で、バームゼリーのような味だったようななんて思ってしまったりもしたもんですから、まあ一気に飲んでしまった方が味が、まあある程度均等になって飲めると思いますんで、飲むときは一気に飲んでください。でですね、 まあ、これ、常温の状態にしても飲んでみたんですが、その時は全然ちょっとなんかカルピスっぽいような、とろーんとした感じの、はい、あの、まあ、ポカリセットの味だったもんですから、飲む時はですね、ちょっとあの、常温ではちょっと飲めたもんじゃないなという感想だったもんで、あの、冷たくするとですね、味が、まあ、そんなに感じにくくなるもんですから、コイの状態で飲むことをお勧めします。ぜひ、あの、凍った状態で一気に飲んでください。 でですね、あの熱中症対策としての効果のプレクーリングの、まあえー、効果はです、ね、あんまり実感は申し訳ないで,できなかったで,です、ね。この間です、ね、8月に入ってからまあかなり暑くなってしまった関係で、かなり肉体的にも疲労させられていて、あとです、ね、作業的にもです、ね、あの結構重い水的なものを運んでいた関係で、結構体が疲労溜まっちゃっていたか関係もあって、熱中症対策としてもそんなに効いていたかどうかがです、ね、感じられるほどです、ね、余裕がなかった関係で何度か飲んでるんですけど、 果たしてこれが効いていたのか効いてなかったのかっていうくらいのですねあの、まあえー、実感として持てるような状況ではなかったものですから、えーまあ、こんな形として、えー、お送りさせていただいて、まあ、正直な感想としては果たして本当に熱中症対策として効果があったのかもしかしたら効果があったのかもしれないんですけど実感できる、えー、体感が持てませんでした。はい えー、というわけでですね、今回ちょっと長々となってしまいましたが、あのプロモーションを含むかなという、まあえー、感じなんですけど、あのえー、アポカリセットアイススラインの、えー、可能性を。 ですね述べてみました。まあ、もしごかったらですねあの皆さんもですねちょっと100 g で180円だとちょっと高いような印象を受けるかもしれませんが熱中症対策の一つとしてですね特に自転車に乗ってる方はですね走る前まあ、暑い日の走る前そしてですねまあ、休憩中にちょっと、えー、試しで使ってみてもいいかなと思います。ではこれにて動画は終わっていきます。ご視聴ありがとうございました。